こんにちはクロマチックハーモニカ講師の北村さゆりですはい今回はキューベースでのオーディオのえっ、ー、と編集について解説したいと思います、えっと、録音が終わった後、えっと、録音したデータの編集をしていきますまずあのー、まあ、よくありがちなこの演奏前のこう雑音だったりあとまああのー ハーモニカの場合鼻息がちょっと入ってしまったりとかそういうのがあると思うんですけども、まあ、そういった場合は、えー、とまずこのハサミマークを選んでいただいてでこうスナップがオンになっているとこ,う、えっと、この場合、えっと、1個はの頭にしかこう選べなくなってしまうのでこういう場合はスナップをオフにしておきます。 カットしてでこのミュートこれでもミュートしてしまいます。消してもいいんですけど、まあ、ミュートにしておきましょうあとちょっとこういうねあの気になる雑音のようなものこういう時はですねちょっとこう細かい作業がしたいときは横に広げてあげるとやりやすくなります 次なんですけどもあのこう何テイクかこう複数テイクね取りたい時なんかがあると思うんですけどキュ、えーベ、えースの上位モデルでしたらあのこう1つのトラックであのこうレーンって言ってねあの1つのトラックで何回もこうテイクが取れるっていうのがあるんですが、まあ、そういった機能がついてないバージョンをあのお持ちの場合は、まあ、あのトラックをその えと取りたい分用意してもらう感じになるかなと思います。こうねい,わまあ、いわゆるあのちょっとつぎはぎ的なことがしたい場合もあると思うんですけれども、まあ、例えば、えー、とこの 1, 1テイク目のところの、えー、と最後の音だけをこう2テイク目に、ね、例えば差し替えたいなっていう場合なんかはえっ、ー、と こういうい無音のところお,こうお互いがこの1テイク目のその貼り付け先それから貼り付け元のところが、えー、とお互い無音の場所をねうまく選んであげてですねでえっ、ー、とまず切っていただいてそれからこう選んでいただいてでこの時はあのもう矢印マークにね戻しておいていただきたいんですけどでえっ、ー、と よいしょ上にします。で、この時にあのなんか適当なところにしちゃうとちょっとずれてしまうんで、えっ、ー、とコントロールボタンですね。コントロールボタンを押しな押していただくとこうぴったりになるのがわかると思います。この状態でこう話してもらいます。えっ、ー、と mac の場合、コマンドボタンになります。で、これでえっ、ー、と後のこうミュートしてもらうとえっ、ー、と自然に聞こえてくると思います。 今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。